活躍、重量挙げフェザー級で見事銅メダルに輝きました三宅義行様、そして皆さんの記憶に新しい東京オリンピックで銀メダルを獲得されました城沢のひろみさんです。どうぞご登壇ください。三宅義行さんは1968年のメキシコシティオリンピックで重量挙げフェザー級で銅メダルを獲得、その後も世界選手権で優勝するなど国際大会で活躍されました。現役引退後も指導者として数多くの重量挙げ選手を育成し、日本重量挙げ界の発展に大きく貢献されました。そしてお嬢様の三宅宏美さんです。宏美さんは兄二人の3番目の長女として誕生、幼い頃はピアノを習いテニスに夢中の中学生時代を過ごされましたが、中学3年生よりお父様と同じ重量挙げの世界に入られました。お父様より連日基礎を叩き込まれ、なんと3ヶ月後の最初の挑戦で 42.5 キロを上げられたそうです。これはお父様義行さんの高校1年生の時の記録であったそうです。それから高校の全日本選手権で初優勝、2004年のアテネで親子2代オリンピック出場を果たし、2008年の北京オリンピック出場を経て2012年ロンドンでは銀メダルを獲得、悲願の親子2大メダリストとなられました。今一度拍手でお迎えください。そしてもう一組素敵なゲストをお招きしています。昨年のロンドンオリンピックで日本では体操史上初めて兄弟3人で出場を果たされました田中和人さん、理恵さん、ゆうすけさんです。どうぞご登壇ください。日本体操界で大活躍されていらっしゃる田中さん兄弟、ご長男の田中和人さんです。ご両親が体操選手、そしてお父様が指導者だったことから必然的に体操の世界に進まれました。2009年の全日本選手権と NHK 杯で共に2位入賞し、世界選手権代表に選出されてから3大会連続世界選手権代表に選ばれ、2011年には妹の理恵さん、弟の祐介さんと3兄弟揃って代表入りをされました。そして去年のロンドンオリンピックでは日本体操史上初めて3兄弟でのオリンピック出場も果たされました。そして弟の祐介さんと共に挑まれた体操競技団体総合で見事に銀メダルを獲得されました。そして長女の理恵さん、体操一家の中で育ち6歳よりこの道に進まれました。中学生時代から全国大会でご活躍、一時期は怪我との戦いでしたが、2010年、兄の和人さんと日本体操界初となる兄弟同時に世界選手権代表入りを果たされました。この年ロッテルダムで行われた世界選手権では決勝進出を果たし、最も美しい演技で観客を魅了した選手に贈られるロンジンエレガンス賞も受賞されました。そして去年は3兄弟揃ってのオリンピック出場という快挙も達成されていらっしゃいます。そして次男の祐介さん、体操一家の末っ子として7歳から体操を始めました。実は3兄弟の中では一番最初にナショナル入りを果たしたのは祐介さんでした。高校2年生で挑んだ横浜の国際ジュニアでは個人総合優勝、順天堂大学に進学され1年生からチームの一員として活躍されました。2011年の世界選手権代表入り、そして去年のロンドンオリンピック代表入りと3兄弟揃って夢の舞台へ上がられました。もちろん日本体操チームの銀メダル獲得にも大きく貢献されていらっしゃいます。今一度大きな拍手でお迎えください。それではこれより少々お時間をいただきまして、ご家族ご兄弟のさまざまなエピソードなども伺ってまいりたいと存じます。よろしくお願いいたします。私も失礼して座らせていただきます。今日はお忙しいところをお集まりいただきましてどうもありがとうございました。まずかもしれませんが、重量挙げを始められたきっかけっていうのは何かおありだったんですか？
もう52年も経ちましたので、はい、ちょっと記憶が薄れましたけども、はい、まあ身体的にですね、この曲が一番合うんじゃないかなと思って始めたことと、はい、ちょうど兄がね、東京オリンピックでローマとかですね、活躍したもんですから、それが影響もあって、この競技をやってみました。何か体型的に重量挙げにこうぴったりなっていうのもあるんですか？いやそれはないと思うんですけど、たまたまあの身長からしてですね、はい、まあ、他に合う競技はなかったと思うんですけど。そうだったんですか。でも、お嬢様のヒロミさんもすごくあの小さくっていらっしゃって、でも3ヶ月練習しただけで 42.5 キロっていうのは、あの大体公式発表の田中理恵選手の体重と大体同じぐらいですから、まあ、3ヶ月練習しただけで田中選手を横にして持ち上げたのと同じくらいということですけれども、あの何かやっぱりきっかけはあったんですか？私は父の影響ではないんですけれども、ちょうど今から12年前オリンピックを見たことで、オリンピックにも感動して、開会式も本当に感動したので、やっぱりオリンピックに出たいと思ったことがきっかけですね。ですか。でもあの食卓で、ね、親子でこう食卓を囲むときに、やっぱりその重量挙げの話になったり、競技の話になったり、オリンピックの話になったりはするんですか？私たち親子はこの寝る以外はいつも共にしているので、すごい一緒にいる時間が長いので、やっぱり食事のときはもう食べることにも全力を尽くしているので、結構あの会話はあんまりしないで黙々と食べているっていうことが多いですね。力をつけるためにはやっぱり食べることも競技のこう一つなんですよね。やっぱり大事なことなので、体を作るのは食事が一番大事なので、食事はしっかりとるようにはしていますね。そうですか。そして田中家なんですが、田中家の食卓ではやっぱりあの体操ですと女性は、まあ、ダイエットというか、あまり体重が増えすぎてもいけないのかなと思ったりするんですが、そういう話をご兄弟でされたりはするんですか？そうですね、食べてる時は基本体操の話はあまりしないです。しないですか、はい、あえて避けているという感じですか？小さい頃は田中家では家に帰ると体操の話はしないっていうルールがあったので、あの24時間体操のことは考えてられないので、体育館では体操、家では普通に日常生活をするっていう感じでしたけど。あ、でもお父様もお母様も、まあ、体操の競技の先生でいらっしゃった、お父様が指導者でいらっしゃったっていうことは、やっぱり家中どうしても体操のことを忘れようと努力しないと忘れられなくなってしまうのかもしれないですね。そうですね。でも父もあの体育館では先生、家に帰るとお父さんって切り替えてくれていたので、私たち3人も生活しやすかったです。そうなんですか。まあ、そんな中、和人さんはあのお父様が指導者ということで、どうなんでしょう、親が指導者っていう中で育つっていうのは、なんか難しいことってあったりするんですか？やっぱり気になるっていうか、先生がお父さんっていうのは他の選手からどう見られてるのだろうっていう気持ちにもなりますし、で特にやっぱり厳しく怒られるっていうか、甘えさせてくれなかった部分があるんで、とても厳しかったっていう印象はあります。もしかするとお父様もあえてこう、ね、息子だからって甘くしていると見られないようにっていう配慮されていらっしゃったかもしれないですね。そうですね。という部分は楽しみでしたか？もう本当にこう父と娘っていうのは難しいですね。なかなか、はい、厳しくしすぎるでもダメだし、やっぱり甘やかしてもダメだし、ちょうどいいっていうのが非常に難しくなりますね。できれば変わってほしいですね。そうなんですか、はい、いかがでしたか、そんな中ひろみさんは指導されていた時は厳しかったですか？もちろん厳しい時もあるんですけれども、でも優しい時もあるので、多分教えるって指導者ってやっぱり我慢というか大変だなってやっぱりつくづくなんか思いますね。難しいでしょうかね、まあ、ご指導者の方